んで欲しいものってこんなに遠くて手に入らないんですか。だからすごく欲しいものになるんですか。ああ悔しい、とにかく悔しい仕方なくて、でも何回ももう無理かもって思うことが人生で何回もあったけど、その度に自分の夢をつかむために、それが夢が私の希望だから生き続けられました。だからこの地獄から這い上がるところをファンの皆さんに見せないと、プロレスラーじゃないから、歯もなくなって顔顎もずれてベルトも取れなくて、本当に超地獄だけど、絶対に白いベルト巻いてみんなのイケメン希望になる私の支えはそれです。またやり直して強くなってきます。ありがとうございました。